旬のです。どうも、シルクです。モトキ。ザクン。さあ、本日はですね、巨大料理巨大料理。待って、今宵じゃないよ。全然宵じゃないです。今宵は今回という意味じゃないです。違うんですね。はい、違います。夜宵は夜です。夕方以降に使いましょう。昼です。はい、本日やりたい巨大料理はチーズハンバーグー。マサイ君はチーズが苦手なので欠席です。そうですね、しょうがないですね。本日はこの5人で超巨大なチーズハンバーグを作りたい。おー、巨大鉄板はうちの所有物ですからね。ね、そうなんです。なぜか持ってる、はい、自前ですか、ね、はい、なぜかじゃないです、ちゃんと作ったんです。そうですね、なぜかではない、ね、オーダーメイドで。今まで超巨大チャーはい、超巨大焼きそばとやってきました。はい、はい、まあ定番メニューといったら次はハンバーグかなと思って。肉誰も乗ってこなかった。俺が乗ってるからいい、ね、みんなこの量の恐怖に対して肉って言い切れなかったとかあると思うんだよね。本日作りたいチーズハンバーグの量は、はい、約150人前。150人って引いたわ。さっきまで1人で盛り上がったのに。すげーけどな、ドン引きだわ。今俺ら今5人じゃん、うん、あの俺ら1人で50人前食うの。30人前ぐらい、30人前食うの、うん、一応あの持って帰れるようにってしてあるんで、とはいえ150人前今日も作りたい。ゲストの牛さんはどこにいるの？それでもし持ってきた場合一番怖いやろ。確かに。その牛どこ行ったんですかって質問来るわ。本日、はい、15キロのお肉でございます。15キロ。アームカール用じゃん。コダホぐらい。コダホより重いね。おい。ちょっとコダホ例えない。そうだね。ちょっと怖い。多分見てもらった方が早いと思うんで、うん、あっちに用意してあるんで、はい、もう行きましょうか早速。わかりました。150人前のハンバーグを作るための材料たちがあそこに鎮座してるとかね。鎮座してます。はい、すごいね。じゃあ。珍しめな言葉が来るとオウム返しすんのやめてくんない？そう、鎮座言うなって。俺分かんねんだよ言葉。思考回路が止まった瞬間のまぶためちゃくちゃもろい。分かる。漢字の8みたいになってる。鎮座ってなんだよ。よっしゃ、向こう材料見に行きましょう。じゃあ、はい、はい、これが材料でーす。これ合いびき肉15キロ、玉ねぎ38個、パン粉 2.25キロ、卵38個、牛乳 2.25リットル、チーズもう一式大量にございます。うわ、付け合わせのナスと、まあ、塩コショウだったりの調味料でございます。はい、じゃあもう早速作りたいと思います。はい、頑張りましょう。てかさ、そんなでけえのってこねられんの？どうせこんなちっちゃい手で。うわー、何？そんな小さなお前たちのためにこんなにでかいやつがあるんだ、世の中には。うわー、どこで、こんなん見るとさ、ほんと頭から落としたくなるよね。そうだね、コイーン、タラエみたいなね。そうそうだね。てその場合はこっちだろ。絶対こうだろ。いや、めっちゃあったかい。超あったかいな、ね、すごいよね、作ってくれたの。ありがたいよね。これ、あれだよね、ダメになることは多分あんまないとは思うんだけど、うんうん、いずれさ、ここにフィッシャーズマーク入れたいよ。入れたい。ね、あー、確かに。焼きでこうやってスーってね。今川焼きとか作りたい。あ、いいね。あ、それはいいわ。回転焼き、地域差やめろ。地域差ね。大判焼きなんでね。やめろ。俺今川焼きだから。俺も今川焼きだ。俺も今川焼き。俺も今川焼き。今川焼き。今川焼き。ザカウンって今年入って喋れてる。年始の酒まだ残ってるもん。毎朝ね、多分あ行から和行まで言った方がいいよ。じゃあちょっとザカウンにチーズハンバーグやっていきましょう。シャーみたいなので言ってもらって入ろうか。これ本当に。確かにね。温度取ってもらおう。ザカウンに温度取ってもらおう。よろしくお願いします。じゃあチーズイン、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 これに関してちょっと言いたいことあるんで、チーズインハンバーグが好きすぎて、今回チーズオン、チーズインどっち？チーズハンバーグ、チーズハンバーグ、お前が勝手にインしただけ。そうだよ、勝手に入れないよ、勝手に入れないよ。じゃあチーズハンバーグ作っていきましょう。いや、まあ簡単だわな、誰でもできる。ハンバーグより簡単だよ。はい、じゃあね、役割決めましょうか。現場主任、あー、シュウ君、お願いします。何をね。何をお願いされたんだよ。班長、シルクさん。はい、はい、お願いします。あ、まあでも、こねてもらう当番必要じゃん。肉ごねは粘り気だったりっていういろんな判断ができるから、もときはいた方がいいなと。まあ、こねまーす。はい、あとこねるのはでも純粋に力があるやつでもいいと思う。そうだね、まあ、ダホじゃない、任せてくれ。割とそうかもね。そうだね。あ、でもね、手がね、冷たい人の方がいいらしい。
手を集めろ。あったかいやつとかい。あ、お茶があったかい。あ、だが冷たいな。うん、あ、冷たいな。俺は一番あったかいよ。お前らね、俺らダメだ。じゃあその二人で一旦任せて。はい、はい、まずハンバーガーの作り方その1、パン粉を牛乳に浸し、合いびき肉、玉ねぎを、卵を入れ、塩コショウをして、粘りが出るまで練り上げて人数分にして形を整える。まあ全部混ぜろってことですね。ここは君らがやってる。了解ね。じゃあ持ってくるのだけやってよ、ね、持ってきます。これは上からシレットチーズかけるわ。大事なとこだけ持ってくの、お前。カラオケでサビだけ歌うやつじゃん。わーってやって完成。じゃあ豪華感出してよ。じゃあわーって完成。あ、まあ、それみたいに投げるんだ。そうそうそう。ハンバーグひっくり返すのはダーマとザコじゃない。だからこれでミスって、うわ、なんかサムネ取れなかったよってなったら全部お前ら。全部お前らのせい。これミスったらマジこの動画の行く末にかかってる。コメントでも言われんじゃない。いや、サムネもったいなかったよ。その責任は全部お前らの。自分をチーズに追いやったやつが急に真面目なこと言ってきた。え、でも任せて。俺も最後の最後でチーズをどんだけ綺麗にかけれるかにかかってるところだから責任は俺にもあるんだけど、そんなことより俺がかける土台がなかった場合サムネにはならない。君らが頑張ってくれないとダメ。え、ミスしたらどうする。先に決めとこうぜ、罪。重っ。無人島。やばい。最近トレンドワードにするな。ヒッシャーズだよ。軽率に無人島かけすぎ。ミスしたら一緒ハンバーグ食うな。一緒。いや、いいよ別に俺は。おい、いいよ。おい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 、一生だ。一生いいの。俺はずっとステーキ食ってる。オッケー、待って。じゃあいいのか、マジで。お前もな。もうダメダメダメ。一生ハンバーグはダメ。無理。死ぬ時は一緒って決めたよな。これほら、だって言ったじゃん。動画、俺たちは運命共同体だ。じゃあ全員でハンバーグ巻き込まれる。おーい、これ半分も入れちゃうよ。これは失敗するとこないから。はい、おー、はい、おー。そしてここにパン粉を浸します。 PK か。どうした。パン粉は PK だろ。 PK つったらキーパーの座顔よ。確かに。まあまあまあ、これはちょっと、あ、それは分かり、パン粉止めないといけない。そうだよ。いいとこで止めんだよ。いいとこで止めんだよ。さすが見せ場だからね。小豆洗いみたいな。それ昔のあだ名。すごい。ほんで半分か、これは。これで半分。よっこれ、よっこれ、よっこれ、よっこれ。うわ、豪快。いいよ、いいよ。はい、オッケー。じゃあこれを混ぜるってことかね。混ぜ、混ぜ。あ、すごい、すごい。おお、確かにこれだけでもちょっと粘ってはいるね。ね、てかさ、一個思うんだけどさ、どうもさ、ハンバーグ屋でやってたでしょ。あ、そう、ハンバーグ屋でバイトしてた。ハンバーグ屋で作ってはいたの。いや、運んでた。あ、運んでた。じゃあ今日運ぶのはいけんだ。運ぶ。ホール。ホールです。ああ、これに、大挽き肉、玉ねぎ、みじん切り、卵、塩、コショウを入れましょう。オッケー。玉ねぎ俺入れるわ。玉ねぎいきますね。これ入れます。思った。すごいね。うん、わー、めめめ。いっぱいやりすぎてジャガイモみてぇだ。そう、芋に見えるわ。あー、いいね。オッケー、オッケー。うぇー、よっこでしょ。うわー、うわー、いいね。すごいね。これに今度は肉。ちょ、肉多分ね、これ一人絶対無理だわ。そんなことない。いけるよ。だい、いけるよ。頑張れパワちゃん、パワちゃん。見せてくれ。ザカオと言ったら合いびきだからね。あいびきの坂を。あいびきの坂をだから。いつそうなった。本当に。俺ら昔からずっと思ってたんだよ。給食でお前裏で言われてたよ。あいつやっぱあいびきだねって。マジで。結構言われてたみんなに。ハンバーグ師匠よりお前の方が先だったから。え、坂ハンバーグ師匠って知ってる。ハンバーグの師匠でしょ。入れるか。そう、ここのお皿に。イーン。オッケー。俺あのパン粉でも食える気しねえんだけど。やばいよ、量が。あいしょってー。すげえなこれは。あー、ショベル。うわ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 。肉ショベル。手カチカチなのよ、これ冷たくて。あー、そうだよ。そうだよね。よいしょ。うわー。よいしょ。うわー。あ、これもううまそうだな、でも。卵も入れちゃう。卵さ、一回混ぜないと。卵混ぜのナーマさん。知らねえ話出てきた。あ、混ぜちゃっていいんだ、卵。やっちゃうじゃん。てかよ、笑ってた。それ、お前、出ていくの。そうでしょ。ごめん、ちょっと、二人の見てたら、俺も行きたくなってきゃ。考えたらおかしいわ。試しにやってみよう、試しにちゃ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 ってなるよ。手でやってみよう。そうね。よし、行きます。ごめん、なんかやっぱ汚ねえ。ちょっとやめない。やめない、やめない、やめない。これ、なんていうの。それ、なんだっけ、なんか。これ
シェイクシェイクシェイクスマップやん。シェイクブギーナムーナ騒ぎ。やり方おもろくない。シェイクシェイク使うの初めてなの。お前どけよ。じゃあやってやったらよ。卵混ぜるのだけはプロ。プロテイン飲んできますからね。いやこれやばい、全腕くるわ。なほら本気のパンチして。手首負けるわ。俺ハンバーグで骨折しそうだったわ。いきます、卵入ります。あ、でもすげえうまそうな香りしてる。これが要は種ってやつ。種、まあ、うん、この辺りで合体してもう一回混ぜとくといいじゃない。ねえ、なんか一個に入りそうだよ。これパン粉はつなぎ目みたいになる。まあそういうこと、卵とか、うん、まあ、そういうもろもろのものも全部そう。あれがハンバーグを成形するための関節みたいな。あ、そうだね、仲介役。おーも、これひっくり返せなくて、この重さ。おー、いいね。おー、いいね。これだけでも、あー、混ぜろ混ぜろ。すげえめり込んでる。混ぜろ混ぜろ。ほどき、じゃあちょっと餅つきシステムしよう。はい、ミスターパンチ。あ、じゃあミスターパンチね。はい、隙がな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 い、知らないじゃん、餅つき。そのペースで来られると俺の手がミンチされんねん。リズム天国の演習、ちょっと誰か音楽お願い。じゃあ、あれしよう、パンパンパパパンで殴ろう。で、パンパンの時にこうしよう。はいはい、パンパンでんでんでん、パンパンパパパン、アホかお前。パンパンでパパパンや。アホかお前。音聞こえて潰れるよ。パンパンパパパン、パンパンパパパン、パパンパパパで殴ろう。オッケー、あのパパンパで混ぜね。オッケー、行きますよ。でれれ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 れ、パンパンパパパン。ステージワン。そうじゃねえか。俺ステージワンなんだよな。おい、まあこねこねはじゃあこの辺にして、そっちは鉄板の準備とかします。そうだね、そうだね。サラダ油を敷いていくっていう作業かな。まあ肉汁が出ることを、まあ仮定して全って感じ。全全全ウィーイ。オッケー、いいね。よし、広げてこ、広げてこ。よし、こっちも良さげだよ。あ、これも大丈夫だと思うよ。せーの、ほい、こっちこっち、はいはい、おーおー、足元気をつけてね、それ。こうだね。はいはいはい、ほどめやばい言って。はい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 、いきます、せーの、はい。おー、やべー、あー、やべー、重たすぎ。あー、すごい、これを平たくするんだ。すげえ、平たく伸ばして、早く平たく伸ばして、平たく伸ばして。先生待って、めちゃくちゃいいね、それ。ね、すごいな、これは。いや、肉汁がすげえ、すごいね。すごいよ、溢れてるよ、肉汁が。夢じゃない、だってハンバーグ好きな人ってさ、かなり割合で多いわけじゃん。まあ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 、子供の夢だよ。そう、子供の夢。すすりてえもんね。わかる。じゃあちょっとしばらくこの状態で待ちましょう。 OK、 はーい、よーし、よーい、いい感じになってきたんじゃない。はい、ひっくり返して1個にするんですけど、さすがにこれをパンは無理だね。無理だし、バカだからな。分割しようかなって思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとダサくていいんだったら8分割ぐらいだったらいけるかな。確かに、8いって後でギュッてつけて上からチーズかける。そうそうそう、チーズでね。そうだね、どうにかしよう。そのためのチーズですから、うん、おお、腹減ってきた、腹減ってきた、ね、これ食えるんだもんな。切り離す肉たちが強え。マジで、もどき行く、ほんと、もどき行くよ、せーの、うわーい、まあ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 、いきます、せーの、ゆっくりね、ふわーん、おっしゃ、うわーい、いいね、いやー、やばいやばい、すごい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 。これにチーズを乗せて完成じゃない、完成か、おー、完成じゃない。これ一旦さ、こいつ端でやってさ、クリーミーになったやつをクリーン、確かに一旦じゃあ周りを全部チーズで埋める。そう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 、はい、チーズタイム、チーズタイム、じゃあいいね、おい、チーズで囲んでやるっつーの、行くぞ、行け、チーズが散列してるぞ、やべえ、いいね。今どんな宝石より価値ありますかこれ、ね、すごい、この上からこいつをもうすでにかけとくか。確かに、おお、ふわ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 、やべえ、伸びてー、伸びたー、罪だわ、これもう欲の塊
塊じゃん。やばい。いやこれは興奮してる。これはうえおはははは素晴らしい。めちゃくちゃ綺麗。祭りや。あとはこれを包んで蒸しましょう。蒸しましょう。じゃあおお。よし。の完成！よいしょ！鼻が幸せや。やばいね。おいしい。で一応ねデミグラスソースとかもご用意あるんです。うわあ！なんでかまずこの周りに浸してみる。そうだね。ちょっとかけてみようか。はい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 。はい。誰？うわあ！おお！いけいけいけ。デミグラス降臨！ああ！溶けて溶けて溶けて。ぴったりじゃねぴったりじゃねぴったりじゃねおはーい今日から地図に新しい島ができます。やったハンバーグショット。ハンバーグショットすごいよ。付け合わせのナスやブロッコリーを、はい、まあ火は通ってるものなんですけど、うん、どっかに入れましょうか、ね、まあ、あったかくしますか。はい、はいほ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 い、あ、海に飛び込んでく。ほい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 、うわーよいしょよいしょよいしょナイスよいしょ、オッケー。よし、じゃあもう食べよう。机とかあの椅子持ってこよう。オッケー、ね、オッケー、オッケー。そこで食べよう。よし、食べるぞ。よし、食べよう。来たー。笑うまそう。笑うしかねえわ。笑っちゃう。やば。班長、はい、いただきます。しましょうか。わかりました。それでは、はい、宇宙一輝いているチーズハンバーグいただきます。いただきます。食べよう。うな、どっからどういくの。やば、そ、何が正解か分かんない、分かんない。さっと作ったのがもう1人前以上。1人前だよ。やばっ。やばっ。2人前だこれ。のっけちゃっていいのかな。うまー。味から何まですっげーしっかりしてる。めちゃくちゃ美味しい。俺の今日の食事これで終わるかもしれん。うまい。いや絶対終わるだろこれ。チーズ多め良かったな。うまっ。やっちゃって超うめー。うめー。だっておかしなことが起きてるもん。なんかさ、うん、こいつらから肉汁出てんのにさ、その肉がまた肉汁吸ってうまいもん、ね、うん、うん、全然パサパサしない。マジうまいよ、うん、ハンバーグの完成度が高い。うん、ね、お店とかでハンバーグ頼むとさ残量気にしながら食べるじゃん。うん、ないもんね。ないね。うわー、しずくいいとこ行ったね。やってることが大人なんだけど夢が子供なんだよね。確かに。めちゃくちゃうまい。 CM やん。あーうまっ。二度とこれより美味しいハンバーグ出てこねえんじゃないかってくれ、うん、マジで、うん、めっちゃうまいのよこれ。店で出すか。うん。どうやってこれ店で出そう。これこれどういうレベルだよ。いや、普通に味がうまい。マジで、これはマジで100点じゃん。ね、100点100点マジで100点。動画だからとかじゃなくてマジでうまい、ね、もし今後注文できるんだったらしたいぐらいの味。あ、そうだね。ではある。この鉄板偉大だわ。フィッシャーズのみですからね。フィッシャーズが鉄板を呼ぶとこいつが出てくる。うわー、今何グラム食ってんだろう。でこれさ、元の肉が15キロじゃん。で、ボロボロ合わさったらさ、20超えてんじゃねえ。うまいね。ほんとよ、ほんとチーズハンバーグの海を泳いでいる俺たちは。アメリカの映像みたいだな。わかる。いや、最初からアメリカっぽかったよ ね。全然変ないね。そうだね。全然変な。全外装が分厚すぎる。これちょっとあれしようよ、分けようよ。俺たちのは土台無理な話よ。なんだって150人前だもん。確かに1人30 1人30やべえ。何にも悪くないカリフラワーがちっちゃく見えるもん。うん。こいつらは精一杯育ったのね。罪はないんだけど。そう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 。うわー、お腹いっぱい。やべえ、ちょ、サンファンウルフ呼んできて。巨大戦艦見つかっちった上に食べちった。なんでバレないで食おうとしたんだよ。盗み食いか。すっげえお腹いっぱいだわ。いや、ごめん、俺めっちゃ食べたつもり。ねえ、わかる。電話する？まさに、ビデオ電話。あ、すいません。はい、あの仙台育英高校の野球部全員連れてきて。野球部来てほしい。野球部全員連れてこないと無理だもんね。え、必要。飯トレしてほしい。ちゃんと強そうな人たち呼んで、みんなで行こう。東京都全部呼んでいいんじゃない。ほんとよ、そのくらい。これやばー、マジで。中尾がそれ食べたら終わりにしましょうか。みんなの顔。いや、美味しかったわ。いや、おかしい。終わった。終わったわ。頑張ったぞ。
ほんとに俺らはね、食ったんだって食った、ほんとに安心してほしいのは無駄にはならないんでね、もちろんみんなで持って帰りますけど、とはいえお手伝わせます。じゃあはい、ちょっと一旦ね、はい、せーの、ごちそうさまでした。美味しかった、美味しかった、果てしねえ量だね、果てしねえわこの世界、広っ、あまりにもでかすぎるね、でけえ。ということで今回はチーズハンバーグの巨大鉄板料理でございました。パチ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 、拍手、閉会式じゃん。食べ始めて15分ぐらいしかなってないから ね作るのあんな時間かかったのに、まあ、料理ってやっぱそういうもんじゃん、うん、手間暇かけてこうなったから嬉しいことよ、うん、確かに次やってほしい巨大料理とかぜひコメントお待ちしてます。はい、お願いします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。せーの、アリュー、ごちそうさまー、ごちそうさまでした、ありがとう。みんなも作ってみてね、無責任。ちくわに食わしてみる、したらこんなんなんじゃない。やばいって。朝起きたらマサイの上にいて、おはよう。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、アリュー。よせ。まずいよ。今年の漢字はダイヤモンド。